はい、おはようございます。塚原農園です。今日はスイカの畑に来ております。あーちゃん、スイカが大きくなったね。大きくなったね。ねえ、ちょっとこちら見ていきましょうか。いきますよ。じゃーん。これ真っ黒でしょ。なんですごいよね。大丈夫、日に焼けたんじゃない。うん、これ黒い品種なんですよ。タヒチっていうね、皮が。そうですね、はい、それはこれこういう色なんですよ。すごい。普通に大玉スイカ、大きくなるかな、うん、これはね、こういうスイカがありますと。あ、でちなみに中は、中は普通の赤です。あ、うん、すごい、はいはい、で今日はちょっと残念なんですよ。何？スイカがちょっと食べられちゃいました。何に食べられたと思う？なんでだろうね。去年あったよね、スイカじゃないけど、うん、トマト。もう毎日のように来て食べられちゃった。防犯カメラも設置した、はい、トレイルカメラ映ってた。なんかこういう頭のこういう模様をした、こう白い線が入ったようなこういう動物がいましたよ。なんでしょうか。はい、ハクビシンです。ハクビシン、バレちゃいましたか。ちょっとそう、食べられたのがあったので、ちょっと先にちょっと対策するんですけれども、はい、その前にちょっと見てもらいたいんですよ、はい、どこですか。ここ、ね、見て見て、ほら、見てください。これちょっと気持ち悪いんで、ほら、すごいでしょ。やっと綺麗に食べてんね。ねえ、すごいよ。こう爪でガリーッとやった跡があるでしょ、うん、しかも周り、この下にこう食い散らかした跡が、皮がさ、しかも爪、牙の跡がいっぱいついてるよね。すごい。後ろにもさ、スイカ2つあるけど、こっちは無事だったみたい、うん、ちょっとかじったけど、まだ白いから諦めたのかな。これが出ましたよ。やわ、とうとう今年も来ました、はい、ということで、これを食べられないようにちょっと対策をしていきましょうよ、はいはいはい、ちょっとこっち、レン君、これもすごい、ほらほらほら、大きい、大きいですよ。もうあ、これは黒くないね。ほら、うん、これ違う品種だ。これは違う品種だね、うん、これは夏歌舞伎、歌舞伎っていうね、あのスイカです。すごい。もうここまで大きくなってくると、もう獣たちも、うん、もう食べ頃だっていうのが分かるんだよね、うん、もう毎日多分下見してるん、ね、ということで、はい、はい、今回対策するのがこれ。お、カゴ？カゴ、収穫カゴですよ。お、ね、こういうのどうだろう、うん、よくホームセンターとか種苗店さんとかで、うん、まあこの辺りでは一般的に取り扱ってるんだけれども、はい、まあ全国区になってくるとないところもあるかもしれないけれども、はい、まあこれを使って対策をしていきます、はい、これをスイカの上に反対側にしてかぶせちゃおうということですね。ちょっとあーちゃん、これスイカがなってると、はい、はい、そしたらこのまま上にすっぽりこんな感じ、はい、閉じ込めちゃう。そうすればハクビシンが来ても、ほら、こんなに重ければこれをどかすことはできないと思うんだよね。で、これは例えば、はい、2つ鳴っていたら2ついっぺんにパッと収まりくるようであればこうやってかぶせちゃう、はい、もちろん1個でも大丈夫ですね。うん、で、これすごく軽い、はい、でも風に飛ばされるほどものものでもない、うん、大型台風だとちょっと飛ばされちゃうかもしれないけどね、うん、それがちょうどこのカゴのいいところだね、はい、重くもなく軽すぎるってこともない ね、 そうね。じゃあこれやっていきましょう、はい、じゃあじゃあそこのところめくるから、うん、ここ上からそっちから乗っけてください、はい、これをまあそのままかぶせてもいいんだけど、うん、少しつるをこうどけてもらって、うん、ね、そう、こうあるよね、こんな感じでよけて、うん、ね、こんな感じでこんな感じでちょっとよけて、でここをメインでちょっとゆっくりやってみようか。はい、いいですよ。はい、ちょっと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 、捕まえました。ちょっと、
いいですか。いいです、びっくりしました。人間の方を捕まえておけば問題ないってか。はい、こんな感じにかぶせませた、かぶしました。でここでやっぱこう隙間がちょこっと空いていると、これグー、今グーにしますね、指が入ります。ほら、これ触れるよね。でハクビシンは頭が小さいから突っ込んで、多分おそらく体の勢いでこうやってうんうんってやるよね、うん、それやらないようにちょっとこうツルをいい感じにどかしてあげて、こう収まるようにね、やってあげよう。そうそうそう、これでもこれだけでも全然違うと思うよ。これであとはこうツルをこうカモフラージュじゃないけど、少しなんとなく自然に自然体に、そうこんな感じ。これでどうでしょうか。いいじゃない。でそう、去年ね、トマトね、食べられたでしょ、うん、その時にどうにかしてトレイルカメラで動画で映してやろうと設置したよね、はい、うん、でその時に映ったよね、その動画も去年 YouTube に投稿しましたけど、いやなかなか映すのも一苦労でしたよ。設置してすぐじゃなかったのね、はい、でそこで感じたのが、もう明らかに罠だと、はい、まあ、これも、まあ、罠じゃないけどね、罠っぽいっていうか、まあ、捕まえるものじゃないけどさ、うん、なんか人工的になんかやったものだよね、うん、そういったものに警戒して意外と寄ってこなかった、うん、っていうのもトマトが食べられたから、はい、収めてやろうとトレイルカメラを設置したんですよ、はい、こういう棚の上に、はい、そしたらそこに寄ってこなくてずっと映ってこなかったの。でも次の日行くと他がいっぱい食べられてたわけ。あとは来てたんだよね。だけどこういうのあるとびっくりするんじゃない、なんかされちゃうんじゃないかと思って、はい、だからもしかしたらこういうのもこういうことやらないで、こうやってやってるよみたいな、うん、来たら危ないよっていうのをなんか見せてあげるとよりいいんじゃないのかなっていうのも気がするんだよね。なんか去年トマトで映ってたのは、うん、これ茂みにこう葉っぱに、うん、本当に本体が見えないように置いて、やっとそれで映ったんだよね、うん、そうだから賢いかな。そうね、うん、あずちゃん、もしあずちゃん、まあハクビシンの親分だけどさ、うん、まあこんなのなったらさ、近づくんじゃねえぞって言うでしょ、うんうん、どっちかって言ったら危険だよってね、うん、こういうの触ったらなんか挟まれちゃうぞって、うん、教えとく、教えとくよね、うんうん、だったらこういう方がいいかもしれない。なるほど、ね、ちょっとこれで様子見てみよう。オーケー、とりあえずかぶせとこう、はい、はい、じゃああずちゃんそのカゴで、うん、いっぱいなってるからね、これどうする、これカゴ全部カゴ必要になっちゃうかもしれない。そうね、だけど売れたものから食べるっていう習性もなんとなくそれも分かってきたんだよね。青いトマトは食べないんだよ、うんうん、ちょっと味見することあるんだけど、うん、1回かじるともう次からは全然かじらなくて、うん、赤いのだけ熟れたトマトから食う習性があるなっていうのも、うん、はい、まあ要はなんていうのか、知能がすごいんだよね、うん、学習能力がある、うんうん、もう美味しくないものは食べないんじゃないのかな。なるほどね。だからこんなにたくさんあって大変かもしれないけど、はい、もう大きくて、あ、赤くなってきてそうだなっていう狙われそうなものだけとりあえずかぶせておく。で、それが取り終えたら次の2番なりとかにかぶせれば、はい、カゴもそんなに使わなくていいんじゃない、うん、ね、じゃあちょっと大きい、ちょっと危なそうなのからやってみようか。まあちょっと参考までにちょっとこの辺だけでやっていこうね。ここすごいから、すごいかこれね。ちょっとここ畝またぎますね。もうこれ足の踏み場もないんですよ。まさかハクビシンに今年会えられると思ってなかったので。いましたね今年もね、あーちゃんこれ見てよ、このでかいの、すごい爆弾、ほらこの手のひら3つ分ぐらいあるよ。こうだよこうだよ、うーいしょ、あ、ダメだ、腰が痛くなる、痛い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 。これぎっくりしますね。ぎっくりしちゃうよ、はい、ぎっくりびっくり、はい、びっくり腰。そしたらこのまま、うん、ちょっと収まりがいいように、それ1個だけにする、2つある、ここ、おお、いいね、うん、こうついでにやっちゃおう、うん、よいしょよいしょ、いけるかな、
あとビニールトンネルなんかをやった時に使った杭、うん、あれなんかをこうやってグッと押さえつけてもいいかもしれない、うん、これだったらここ穴開いてるから。あ、そうだね。ちょっとじゃあ持ってきてみようかな、うん、じゃあちゃんちょっとここやっといて。次探します。レン君も見つけてくださいね。はい。あ、どうですかこれ。これやっときます。いいんじゃないですか。よし、じゃあ私の足を失礼しまして、これかけます。どうですか。いいじゃないですか。あーちゃんこれ持ってきたよ。これ杭、はい、これこれ見せてあげて、見せてあげて、はい、どういう杭使ってんのかな。塚原さん、これこれです、これです。塚原さん、ハクビシンさんどういう杭を使ってるんですか。これはね、錆びた杭なんだけどね錆びてなくちゃいけないのかもう錆びてなくてもいいんだけどねまあこれは僕たちに意地悪するためのものだから意地悪ではないよねじゃあとりあえず止めちゃいましょうよ。OK、 うん、どっか引っかかるとこあればね、うん、まあぐーっと首突っ込まれて、はい、これ持ち上げられないようにすればいいわけだね。これね、うん、まあ多分この青いカゴがねあったらまんずこん中食べないと思うよ。うん、うん、これバッチリだ。バッチリ。ちょっと手で揺らしてみて、風だと思って。どうですか。うん、いいんじゃない。うん、いいね、いいね、いいね。オッケー、オッケー。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあそっちもちょっと杭で止めちゃいます。はい。だいたいね、スイカとかたくさん作ってるとさ、まあ、自宅で食べる分って言ってもね、こういったコンテナって結構意外とあるじゃん。うん、うん、こういったものを使うといいんじゃない。いいね。紐だとね、ハクビシンには効かないんだよね。あとネット、うんうん、ネットもやったんですけど、ネットも破かれました、。爪がすごいんですよ。爪でシャーって、まあやった瞬間見てないですけどね。うん、まあやられた跡があったんだ。そうそうそう。一箇所空いてたら、うん、シャーって、うん、で見事に食べられたことがありました。うわ、うん、これは絶対に食べられたくないからね、もう本当。親分がね食べる分だから、子分たちに食べられないように、うん、とりあえずね、うん、親分のしつけがなってないんじゃないですかこれは。あ、そっか、ちょっと野放しにしすぎたかもしれんうちの子分たち、自由すぎてね。すごいね。今とりあえず2個なりずつね、うん、やってんだね。そうって考えるとさ、まず1番果と2番果ここら辺で、うん、1株で2本で、はい、まあ4本か、うん、で2個ずつつけて、はい、うん、だいたい等間隔でいい感じに玉がついてるね。そうだね。ここ1株、うん、1株、1株ね、うん、おお、すごいすごい、やった、お見事これスイカの檻が完成しました。イエーイ。で、スイカが伸びてきて、はい、玉が鳴って、うん、ハクビシンにちょっと食べられたからカゴで不正だと、はい、これでまあとりあえず一安心かな。うん、うん、いいんじゃない。でそっちにも一応なってるけどね、うん、うん、まあそれは多分まだね白いからね、手つけないんじゃないかな。はい、はい、じゃあこんな感じで今年はハクビシン対策をですね、うん、この収穫のカゴというものを使ってやってみようと思います。はい、これも初めての挑戦です。うん、とりあえずこれをやってみて、まあ食べられるかどうか、もし食べられるようであれば、うん、また動画にして改善していこうかなと思います。お、うん、で大丈夫そうであれば収穫の時にでも大丈夫でしたと言って最終的に切ってね食べる動画でね、ご紹介できればなと思います。はい、まあ、こういったカゴがあったらやってみていかがでしょう。大きさはだいたい60センチの30センチくらいかな、はい、ね、大きさですね、はい、収穫カゴになります。はい、はい、ということで今日はスイカのハクビシン対策としてやらせていただきました。はい、今日の動画がいいと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。またねー。